で、もう。あ、そうなんですか。よかったら一緒に働きましょう。いや、遠い。マイナスイオンやん。ほんとやん。ロッジがあるじゃん。うんうんうん。ロッジじゃん。え、いいよこれ。ほんと。高さちょうどいい私に。涼しくなったけ、ちょうどいいね、ほんと。ほんとほんと。うん。こんにちは、ファンライフです。今回は大分県の方にお泊りキャンプに行ってこようと思います。そのキャンプ場は2年前にデイキャンプで行った場所で、今回が初のお泊りキャンプです。そこは私たちの大好きな温泉入り放題なので、癒されていきたいと思います。途中立ち寄りもしながらキャンプ旅を楽しんでこようと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それではレッツゴー。I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay. はい、立ち寄り場所到着しました。こちら、かつら茶屋さんです。なんかタヌキがおるよ。タヌキかな。ねえ、なんでしょう。タヌキだ。意外と初めて来るね。綺麗。あ？美味しそう。わ、いいね。あ、なんか恋の占いがあるよ。100円ってよ。世界一当たるらしい。あなたの恋咲かせてみませんか。咲いてますか、私たちは。私たちはつぼみです。お邪魔します。すごい。なんか味噌とかもあるよ。オリジナルの味噌。吸水系やったかな。5年もの合わせ味噌だって。めちゃ詰め放題だって。手に入れるんや。これお子さん楽しそうね。え、これお土産に良くない。あ、このお菓子たちをね。うん、濃厚チーズプリンみたいな。食べたい。あ、わらびもあるよ。あ、私たちの好きな。あ、大と小があるじゃん。宮崎産の本わらび粉を手作業で練り上げて宮古島。食べたいね。食べたいね。これ買おうよ。いや、めっちゃ良くない雰囲気。風景すごくない。すごい。風がすしてくるけんさ、涼しい。いや、今まで何回かここ通ったことあったんやけど、うん、来てなかったもんね。川の音かな、滝かな、なんか聞こえる音が。滝が近いんかな、確かに。あ、そういうこと。え、扇風機の音じゃないよね。風潮。でね、今日はね、かけうどんと鶏天定食とヤマメ頼んだ。ヤマメがやっぱ美味しいって口コミであったんや。なんか釣りしようと思ったもんね。あ、おったおった。あったかいお茶っていうか、冷たいのはセルフなんだ。あ、ありがとうございます。キツネ茶屋に乾杯。カツラ茶屋。あ、間違えた。これ何？お話じゃない。お、柚子胡椒かな。めっちゃ柚子やん、これ。あ、柚子だ。あ、うどんとかそば。相性。で、これなお通しみたいな漬物。うん、いいじゃん、食べてみたら。いただきます。うん、おいしい。大丈夫、俺食べれそう。うん、ソイとかさ。あ、モロッキューじゃない、それ。そうそうそう。あ、もうダメダメダメ、俺キュウリとかにかけたら美味しい。あー、これよくばあちゃんが作っとった。うちもめっちゃ家で出よった。もう絶対食べんやと思う。え、嘘。苦手。ママさん来ましたよ。あー、うどん、美味しそう。なんかでも一日で食べるっていうのが特別感あっていいね。あんまり食べてからいかんもんね。設営先にしてとか言うん、お腹空いてお互いイラってして、夫婦喧嘩を解消ですよ、これで。鶏天のボリュームがやばい、ママ。うーわ、すごくない？これ何個ある？6個ぐらいあるよ、でっかいのが。めっちゃうまそうやん。味噌汁。あ、美味しそう。で、ご飯おかわりって言って、鶏天は。ちょっとあんま食べ過ぎんことだよ、ママ。キャンプ飯が食べれんくなる。食べて食べて。これどれにつけるんだろう。これかな。ちょっとそのまま食べてみる。ふわふわ。家で作るのともう全然違う。美味しい。うまも。うん、お酢っぽい。へえ。食べましょう、食べましょう。食べて食べて。うわ、うどん染みるね。染みるやろ。めっちゃうまいじゃん。うま。あ、うま。鶏天。うん、食べて食べて。いい？うん。一番ちっちゃいのもらえるね。あ、ご飯もいいの。だだ、カラシがあるやん。あ、ほんとだ。うわ、めっちゃうまいね。これ想像以上に柔らかいで、ふわふわやろ。うん、ふわさく。でもちょうどよくない、これで。うどんと鶏天が、うん、よかったね。これが大きいけんの鶏天。うん、あ、鶏天うどんしたらパパ。うん、いいの、それ、ね、入れるよ。はい、
すいません、私はかけうどんなんで、ね、はい、置いときまーす。あー、すいません。うわ、すっごいよ、これ。ママがちょっと隠れて目を、目を隠してくれ。うわ、すっげー、でかいね。ふわふわの、おいしい。なにこれ、うもー。魚を食らう、アラフォー。プリプリ。まあ、よね、ここが狂気や。あ、もうどうでもいいんで、早く食べてください。私も食べてみたい。うん、どうぞ。いただきます。やばいね。うん、うまっ。パパが食べたモンハンや。モンハン？肉を焼くやつね。うん。なんかもう、家帰ってもいいかもしれない。うん。なんか満足してない。うん。どう、ママ、美味しかった？うん、美味しかった。そこのヤマメかぶりついた時の焦げがほっぺたに。ずっと取ったってこと？そうそうそう。あ、そこそこそこ。ニキビじゃない？違う、その横。それそれそれ。ほら。あ、本当だ。かぶりつくけん。いや、かぶりつくやろ、ヤマメは。26歳です。30年ぐらいはやってます。ちょっと時が合わないだから。300円のお返しです。どうもね、ありがとうございます。昨日紅葉シーズンから繁忙期は表の露店でやってるだもんね。普段も出たいんやけど、いかんせん超絶人手不足なんで。あ、そうなんですか。よかったら一緒に働きましょう。いや、遠い。住み込みで。住み込みで。狸じゃないけど、いいですか。いや、大丈夫、入ったらなる。鶴の皮が厚い方は経験できる。あ、なるなる。あ、大丈夫大丈夫。大丈夫。どうやろ。はい。丸いけん。そこで決まるんですか、キツネとタヌキが。うちの神が効果を見て、うん、タヌキ。効果見次第。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。隣にね、願いが叶う天狗の滝入り口だって。え、パワースポットって書いてあるやん。ね、行ってみようよ。雰囲気最高じゃん、これ。ね、え、あ、これ見て、願い水は自宅でお楽しみくださいだって。 あ、願い事お賽銭した方がいいんじゃないの。10円10円ケチいね。10円の願いしか叶わんよ。ほい。何を願いしたんですか。平凡に暮らせますように。いやいや、せめて今日行くキャンプが無事終わりますようにぐらいないの。あと家族が平和でありますようにとかないの。あ、家族が平和であり。すごい、なんか天狗のね、すごい、すげー綺麗。かわいい願い事があった。竹山の九九が早く読めますように。すごい、ガチな滝じゃないですか。めっちゃ涼しいね。涼しい。冷凍の木みたい。ここまで降りてるかな。うん、気をつけてね。どうするん、どうするん。うわー、マイナス4やん。ほんとやん。うわー、気持ちいいね。気持ちいい。これ何て読む。何奉仕って読む。とりあえず頑張ってみたら。秘宝大使。秘宝。またおならみたいな。いや、うせやん、冗談やろ。秘宝大使、正解は工房大使。工房大使？え、嘘？いや、ほんと。あ、ほんとやろ。へー。思った以上にね、なんかすごかったよね、滝。ねえ、満足できたね。ねえ、ご飯も美味しいし。じゃあ、キャンプ場にね、行こっかね。おい、着きました。30分前にね、受付着いたけど、行列が。行列。16台ぐらい、うん、結構待ってるね。土日舐めとったね。なんか30分前やけん、一番かなぐらいで思っとったよ。ママがほら、ポンポコダヌヌッキーと遊びよるけんよ。そんではない。あ、余裕や余裕やって言ってて。いやー、もうこれ、いいサイト取れんかもしれんね。まあでも端っこの方で。どんなサイトになるかはまたね。うん、そう、温泉はあるから。待ちましょう。じゃあ、うちは一人で。なんてなんてなんて。もう一回言って。待ちましょう、受付を。あ、それだけやったと。キャンプサイトはここに決めました。山が目の前に見えるサイト。いいですね。ここは管理棟の南側ら辺になるんかな。なんか初め狙っとん場所がやっぱりもう埋まっとってね。で、林間行ってみるかって言ったら林間ももう埋まっとってね。ここにしましたけど、うん、いいんじゃないですか。ただちょっとね、地面が斜めなんですよ ね。この辺が若干フラットなんかな。で、山向きにテント立てればいいんじゃないでしょうかね。横にそうそう、コテージがいっぱいありますね。じゃあ立てていきましょう。
と建て終わりました。じゃん、ドルチェロママ言わんとすることは分かります。暑い暑いね、とにかく暑い。エアコンもう30度近くあるかね。いやもう夏だよねこれ。もう途中マジ帰ろうかって言ったもんね信じられんぐらい暑いね。標高800ぐらいあるって言ったけど変わらんね、うん、でなんでこのテントを選んだんでしょう。なんとなくキャンプ場の雰囲気と合うかなと思ってね、うん、ロッジがあるじゃん。うんうんうん、ロッジじゃん素晴らしいですね。ね、ちょっと休憩しよう。行きますか。あれ。カナビちゃん。そうやね。コーヒータイムしましょうか。うん、ただの、なんだろう。呼吸系小休憩。呼吸系じゃない。ここ。小休憩。呼吸系。なんかそれ、韓国の料理。呼吸系。まあいいんです。暑いから、グラスの季節やね。うわぁ、いい音。飲みましょう。うわぁ、いいね。美味しそうね、氷が。家で入れてきた濃ゆめのコーヒー。うわぁ、濃いっすね。濃いっすか。コーラみたい。ほんとね、濃い、うん、うわ、いただきます。あー、染み渡るよコーヒーが。暑い中で飲むのめっちゃうまい。あ、ガムシロップを、なんかね、アイスのガムシロップコーヒーっていいよね。この疲れた体に糖分を。マドラー、それマドラーやったっけ。マドラ、はい、どうぞ。うわー、うまー。やっぱ氷いいね。もうだって汗びっちょりなんよ。こんな中ホットコーヒー飲もうって思わんもんね。なんかさ、この間まではホットやったやん、うん、嘘みたいやね、一気に熱くなって。この音がよかも。夏を感じる？めちゃくちゃ天気いいもん今日。しかし夏の設営はやっぱちょっと辛いね。これ8月とかもうほんとやばいよね。日陰とかを選ばんとちょっときついね。これで設営終わってたらね、最高なのにね。もうボケーとずっとできるかもしれん、ここで。まあでもあと荷物を入れるだけやけどね。ちょっとこれだけ飲んで残りの設営をやりましょうか。レイアウトまで終わりました。今日はこんな感じで寝るスペースを端っこの方に作ってます。で、今日はなんとニューアイテムがあります。それはこちら、アウトドア用の枕です。じゃあグランドアさんからご提供いただきました。ありがとうございます。とねんねっていうみたいで可愛いね。外で寝るってこと、パンダが寝てます。よいしょめっちゃちっちゃくない、この入れ物。ほら、こんぐらい、お、ママの顔よりギリギリ大きいぐらい。コンパクトよね。これに入っとんけん、収納袋がついとんのもいいよね。これに本当に入っ、すごい、ピチピチに入っとる感じ。え、じゃあこれあれじゃない、入れるの大変な系じゃない。え、そうなんかな。うち苦手系じゃない、大丈夫。苦手かもしれん。でもちっちゃい。え、あ、こんなんちっちゃいんだ。めっちゃコンパクトじゃない。なんかちょうどいい大きさじゃない。で、めっちゃ気持ちいい、ふわふわしてる。なんかこれね、反発性のあるウレタン素材を使っとうみたいで、エアとかなんか結構空気が抜けることが多いみたいやけん、あえてこの素材で作っとるみたい。で、これね、カバーがこうやって取り外せるけん、洗えるのもいいよね。それ外せる？そうそう、衛生的じゃない。あー、なるほどね。こうやって、ちょっと寝てみようかな。いいじゃんいいじゃん。ママ枕なかったけんね。そうそう、今まで洋服をね、ぐるぐる巻きにして寝よったけんさ、うん、あ、めっちゃいい。せやん、ちょっと忖度してるんじゃないですか。え、いいよこれ。本当、高さちょうどいい、私に首のとこ。へえ、こんな。なるほど、うん、まあまあ家の枕もなんか欲しいって言ってやん。ちょっとへたれてきたけん、家でも使えるんじゃない。じゃあ使えるよね、両方で。家の枕と比べたらちっちゃく見えるけどね。あ、でもね、高さちょうどいいかも。の横幅もそんな大きくないけど全然気にならん。ちょっとママ寝半蔵みたいになっとるけん、ちょっと起き上がってもらっていいかな。はさぐりかなんかにあるやん、寝半蔵。あるね、ご利益あるじゃん。ただ収納が難しいとかそういうんじゃないですか。え、ちょっとやってみよう。丸めて入れれば入るのかな。あ、いやいやいやツルツルやん。あ、でもこう押し込んだらいいのかな。でももうこんぐらいのサイズやけん、私は多分そのまま諦めた、諦めた。だってパパの枕もそのまま持ってきよう。あー、折りたたんでないね。絶対入れんといかんちゅうわけじゃないかな。そうそう、こんぐらいやけん荷物にならんくない。収納袋は多分収納上手な人だったら大丈夫。いやだけさっきからツルン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 になるやん。ただ私がちょっとママ下手くそすぎん。そうそう、下手くそやけん。あ、でも入るよ、押し込んだら。ほら、あー、なるほどね。うん、でもやっぱ入れるのは大変そうだな。荷物
数をもうほんと最小限したい人とかで入れたらいいね。でもうちは別に気にしてないからそのまま持ってくるかな。でもまあ寝心地がいいならよかったじゃん。よかった、誕生日プレゼントが枕にならんけん。で今日寝てみて次の動画で感想とかは言いたいと思います。以上です。なんで笑いよったの、気持ち悪い。いや、よっぽど温泉が嬉しいんかと思った。いや、暑くて入りきるかなと思って今。いや、もうこのね、汗だけを落としたい。そんなに浸からんでもいいけど、さっぱりしてくるじゃん。じゃあパパ先行っとくね。待て待て待て、俺も行くよ。え、パパ行くと。なんか入ってきてね、めっちゃ気持ちよかった。いや、正直ちょっと暑いかなと思ったんよ。もう極楽。私でもそんなには入ってないじゃん。なんかそれだけでも疲れが取れるっていうか、さっぱりしたね。風が当たって超気持ちよかったもん。いや、いいわ、一気に回復したね。いや、正直夏温泉いらんのかなとも思えたけど、うん、全然ありやなと思った、うん、お昼の2時から次の日の朝の9時まで。長いよね、うん、てけゆっくり静かにやったら夜中温泉行ってもいいんかな。あんま人おらんやろうね。あ、星見ながら入れるやん。確かに夜寝る前と朝風呂は絶対入りたいな。あ、いいね。ここチェックアウト早いもんね。10時やったっけ。そう、10時なんよね。あんまり朝は時間ないけん、ちゃちゃっと入ってね。ちょっと暑いお湯入ったけん喉乾いたね。乾杯しようか。あ、そうね、うん、乾杯しましょう。今日はスコールです。久しぶりやん。愛のスコール。愛が入ってますよ。いやいや、ギリギリ攻めるねママ。はい、乾杯。あ、うまい。おじさんが出たね。あー、うまい。やっぱお風呂上がりの炭酸やばいね。じゃあね、3時のおやつっていうことで、こちらイベントでいただいたお菓子をいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。チョコレートボトル、違う、ボールと、これね、北九州、美味しそう。食べてみ、あ、開けましょう。うん。おー、北九州世界遺産だって、うん、ボルトになっとる、本当に。ほら、これとこれが入っとって、ほら、え、繋がるとネジネジできる。あ、ネジネジできる、すごい。え、これお菓子よね、チョコレート。あ、すごい、使えるじゃん、これ。アルミコンテナとか使えるかな。壊れたら面白いね。いただきます。もう間違いないチョコ。本当、うん、食べよう。お土産にいいね、これね。これ考えた人天才じゃない。すごいね、お菓子でネジを作るって、うん、あ、うん、しかも美味しいね、うん、チョコ好きにはたまらん。北九州最近あんまり行ってないよね。スペースワールドがある頃は何年かに1回は行きよったもんね、うん、あとスペースワールドがさ、ほら、うん、閉園する時行ったやん。あん時ね、めっちゃ人多かったよね。だって普通のコーヒーカップかね、あれが1時間待ちとかやったよ、うん、すごかったもんね。だってそんな並んで乗ったことなかったのに。よかったよね、あの最後は。なんかこう寂しい感じやったもんね。小学生の頃とか親に連れて行ってもらったりしよったよ。私小学校の修学旅行でスペースワールド行った。なんか思い出がある場所がなくなるってこう寂しいよね。今が何になっとんかね。今イオン、なんだろう、アウトレット。また行きたいね、なんかね、うん、私あれ食べ行きたい、うん、お寿司、もじこ。いやいや、だけ違うって。もじこ、それ唐戸市場ね。もうそれ山口県入っとるから。あら、そうなの。もじね、うん、もじは行ったもんね。あれ、バナナのたたき売りとか、うん、猿のショー。あったっけそんな、うん、恐竜博物館もあったろ。あ、あれも北九州やったか。うん、一緒の日に行ったもん。あ、じいちゃんばあちゃんとかと行ったんかね。そうそう。で、その後に関門海峡を渡って山口の唐戸市場。美味しいもんね、唐戸市場。美味しい。また行きたいね。行きたい。あれ、ほら、島、その先の綺麗な青島、角島。全然覚えてないよ、あなた。行った、私。行ったよ、一緒行ったやん。何があった。島よ。島に何があった。島には島民が住んどった。それ当たり前さ。何があったというより、まあ、景色がね、うん、綺麗綺麗綺麗。海水浴場とかがあったり、定食屋さんとかが橋渡る直前とか食べたんよ、うん、ママも。何しに行ったの。うんだけん、観光しに行ったんよ。って自分が忘れとるくせに。だけど山口の方もキャンプ行きたいね。なんか行きたいね。あんまりそっちの方行かんけんいいかもね。これ何個でも行けるね。もうあっという間に半分。ママ一人で全部食べよな。やっぱお菓子大好きやで、ね、ママ。あ、そう、お菓子といえばママにね、言いたいことがあったんよ。何？
お菓子をねママに食べられる話。スーパーに行った時自分の食べたいお菓子をそれぞれ買うやん。家帰って、うん、テレビ見ながら食べたりするやん。でそれぞれお菓子を食べよるはずなのに俺に一口ちょうだいっていうのを言ってくる、うん、それがすっごく嫌っていう話やらんやったら不機嫌になるけん俺のペースで食べよんのになと思って結局渡すやん。でも本当はないしめっちゃ嫌ない。でもお菓子によってはもらわんよこれね。多分ね誰やったかな、あさんまさんも言ったんよ、ちょうだいっていうのがすごい嫌って。それなら自分で頼みなさいみたいなご飯の話をしよったんかな、うん、で俺めっちゃそれ分かると、うん、その時思ったんよ、うん、ですくれたらいいやん。いや全然あげよるやん、あげるけどなんていうの、ああとこんぐらいやなって思いながら食べよるんよ。いやだけほんと自分のお菓子はあげんで人のものを取るっていう人おるよね。じゃあやん、すごい正解正解。だいぶね夕方になって涼しくなったけん散歩行ってこよっか。ちょっとわあでも広いねここのキャンプ場やっぱ。でここが温泉になってます。露天風呂っていうのがいいよね。そうそう、ちょっと今中お客さんがいるんで、うん、中は撮れませんか、うん、こんな感じ。ここ写真が出てると思いますね、自然の中の露天風呂って感じだったね、うんうん。やっぱ虫が増えてくる ね。何やったっけ、森林効果、うん、耐えた方がいいんかな。他の貝以外も来ん、どうやろう。え、じゃあパパお願いしていい。今年初か、蚊取り線香入れですね。これどこやったっけ、100均やったよね。100均やったね。よいしょ、うえ、やっぱ1年ぶりやけん切っちゃないねこれっけ、蚊はおらんっぽいけどね。ここどんなんだやろ、これぐらい残ったやつを使うのかな。え、使うやろ。使うとやっぱもったいない。まあこれも高いよ、うん、だってもう値段忘れたね。ん、聞こえる、カッコーって。ん、カッコー、ポッポーって言うる、カッコーって言うる、わかんない。カッコーって鳥おったっけ。おるよ、カッコー、カッコー、静かにって言うやん。ちょっと音痴すぎてわからんやったカッコー静かに呼んでるよ森の中。あ、ついてそうね、煙だよね。いやこれ一回閉じるとさちょっとなんか錆びついて開けづらいんよ。どのぐらい持つんだろうね、一巻きね。あんまようわからんね。途中でいつも消えたもんね確かにあるあるじゃないかな意外とね。そうだ、お黙々と頑張りやね、ママさん。ありがとうございます。これママ質問があるんやけどさ、我が家がインスタとかでママが使いよんのかね今。これ何やったっけ。ゴジラポットやろ。ん、ゴジラポットモスラとみたいな感じ。ん、これ、うん、ゴリラポットなんよ。何や、聞き間違いじゃない。心の中で面白いなと思いながらっていう話なんだい。やっぱこれあれかな、やっぱ消えとんかもしれん。あのそのダイソーの消えやすい層消えやすい層ちょっともうよくわかんないんですけどそうね、あ、これ消えやすいポンね、これそれ割りやすいポン。この木は割りやすいポン。じゃあパパがあの店で働いたら狐になるんかな。俺は、俺タヌキ顔って感じよ多分。でも顔のね輪郭で言ったよ。あ、輪郭確か。だって化粧したら分からんじゃん。さ、薪も割ったけん使っていきましょうなんか片言やん着火していきます、この文明の力で。あ、今日はそっちを使われるんですね。どっちがつけた問題が発生するんで。どっちがつけても関係ないし、いくやん。それもうちょっと威力上げりゃいいのね。あ、そういうことか。これでもねどっちがねプラスかようわからんだよねいつも。あら、あんま入ってない、もしかして。そういうこと。いや入ってないやんけ松ぼっくりはつきやすいんかね。ね、だけど着火剤今回なしなんじゃない。うん、なんかついたんじゃない。おお、いいじゃんいいじゃん。一瞬だ、よし入れていこう。やっぱいいね焚き火。本当ですね、うん、涼しくなったけちょうどいいね。ほんとほんとほんと、うん、癒される。今 T シャツでちょうどいいくらい。でも真夏になったらちょっと暑そうね。だけちょっと離れてみたらいいんじゃない。そうね。でも夜涼しくないかな、夏のキャンプ場の夜は。蒸し暑かったりするもんね。あ、ちゅうかあんまり夏キャンプ行ってないかもね意外と。そうそう、お泊まりであんま行けてないね。ファミリーキャンプを卒業してから夏キャンプにもうあんま行かんくなったというか、うんうん、真夏外す傾向にあるよねそうね、テント立てるだけ汗かくけんね。道具が揃うとね。やっぱ9月ぐらいからいい感じかなって
ってなるもんね、うん、去年やられたやん、ボイボイキャンプ場で虫にランタンの周りにね、気持ち悪かったやん、気持ち悪かったコップの中とか ね羽ありやったかな。別にそんな虫苦手ではないけど、ちょっとあの数はね、口の中入ってきたりとかさ、ちょっとやん、うん。じゃあ早速ね、夜ご飯していきたいと思います。今日はこちら串揚げです。これママ一人で全部頑張ったの？そう、昨日家でね夜仕込んできた。豚肉、レアチーズ、ナス、レンコン、玉ねぎ、アスパラ、エビ、しいたけ、うずらの卵。すごいねこれ。結構時間かかった？このレンコンとか刺すのが難しかったかも。すごいやんこれ、もう串揚げパーティーやん食べたいでしょ、去年からしたかったもんね。でもできるんかなっていうのでね、そうそう、ちょうどほらこうやって入るけんいいんじゃないっつってね、この溝みたいな、そうそうそう、揚げれるんじゃないっつって。いいじゃんいいじゃん、ちょっと挑戦してみよう。これ楽しみだ、もうだいぶお腹空いてきた。あ、本当？ペコリンチョです。あらま、じゃあやっていきましょうか。まずは油を入れていきます。我が家は米油え、昔から？なんか結構昔から、なんか体に良さそうじゃん。実際そうなん？分からんけどね。あと炊き巻きが使いよったっけ。なんだいそれあれはエビデンスはエディベンス、あ、エディベンスそうそうそう、エビデンスは私の体感。もう早くしてもらっていいですか最初なんか斜めやけんね、こっちが多くなっちゃう。結構サイトがね斜めなんだよね、うん、でもなんかこれあれじゃない、ちょっとかませればもうちょっと平らになるんじゃない。テーブル、あ、そうだね。そうよ、でももういいよか次は家で作ってきたバッター液を入れていきます。何やろこれ、なんかと思ったこれスライムみたいだね。コップはジョジョですジョジョ、すみません、息子のコップどこで買ってきたんやろ。いや UFO キャッチャーで撮ったってよ。いきますよ、ジョ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 、だいぶ滑ってますねジョジョ見たことある？あんまりない俺。パパだってアニメめっちゃ見るのに。ジョジョはね、うん。で次はパン粉ここに入れます。これなんか細かいやつにしたよ。これで準備は完成です。これを2人でこうやってねやっていったらいい。だから今日は2人料理。じゃあ油もね温まったんで揚げていきたいと思います。パパ何がいい？肉。私はエビ。じゃあ豚からいこう。うん、ありがとうございます。つけーのですね、のこれたっぷりの方が美味しいかね。パン粉、うわーなんかいいねいくよ、楽しそう、うん、うわーもうこの時点でいいっすキャンプでこんなことするとは思わんやったね。ね、贅沢やね。すごいな。次は何ですか？私のエビ。多分エビの方がすぐ上がるね。うーわーこれやばいね。美味しそうね。お、結構早い。でも豚ちょっと時間かけたがいいかもしれない。おー、うわー、飛ぶ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 、うわーすごい、いやー飛ぶもうパクッといっちゃいます。うん、パクッと一発目はね、ちょっとあたたたたたたた、ダメだ、持てない。やっぱ焦げる。焦げるよね。あ、そうね。熱い。手袋しとったらいいんじゃないの？あ、なるほど。ねえ、持ってこようか。うん、これで大丈夫でしょ。そうね。エビかもしれん。いい？先食べても。もうそのまま行く？そのまま行く。ノーソース。ノーソース、はい。いただきます。いや、そらそうとは思うけどさ。うまうるさ、プリプリ。ほんと、ちょっと私も一口いいすか。うわ熱いよ。うわ、うまこれ半端ないね。あ、これみんなが美味しいって言うわけがわかるね、うん、めちゃくちゃうまいね、こらうまい。あ、エビやばいっすね。エビ幸せ。エビ5本ぐらいしかないっす。一人3本まで食べれる。あ、わかりました。あ、でも良さそうな気がする。あ、本当？私言っていいと？うん、どうぞどうぞ。やけど映るよ。何その顔、ジロジロ豚を見て。豚焼けてなかった、怖いやん。あ、焼けとる？中っこおる？あ、全然焼けといんじゃん。うまい。うわ。ジューシー。あかかかかか。あ、やばい、やけどする、やばいやばい。うん、あ、やば、中とろ外サクって感じ。サクサク感やばいよね。え、なんでこれ揚げたてやけんな。あんまり揚げたてで食べんもんね。そう、家で出てくるこういうのってさ、うん、ちょっと時間経っちゃうじゃん、やっぱ。あ、そういうこと。幸せだろ。どんどん焼きましょうか。野菜いってみるかな。俺チーズでも食べてみたいかも。チーズは一瞬で焼けちゃうよ多分。で、やけどするよ、危ない。
あ、そうなんや、うん、じゃあ俺もしよっか。しよう、一緒しようよ、その方が楽しくない、うん、あとソース作ってきてる。あ、そうなん、うん、このお手製ソース、うん、ちょっとな、中何入れたか忘れたけんテロップで入れときます。うわーすごい、二度漬け三度漬け許されますよ、うん、これめっちゃうまそう。あ、本当？ウスターソースとか。あ、そうそう、いろいろそれ。ケチャップもちょっと入っとんかな。なんかレシピ見たとか言われたな、串カツ。あ、なんかそんな感じ、田中とかいう、うん、どこの関西かな、わからんけど。わかんないけど。これはレンコン。ソース？うん、お店だよ、お店。本当？行ったことないけど。うん、うまっ。ママすごいやん。いや、めっちゃうまいよこれ。二度漬けいいんですか？どうぞ、二度漬け、三度漬け、ここのお店は許されます。あ、うまいこれ、このソース、ね、最高。今すごくおいしい。反対の手だけどいい？うん。こんな手袋してさ、あげる人おるんかな、職人。だって、やけどするやろ。だってママもほら、この間唐揚げしちょっとやけどしたやん、うんうん、危ないよ。どれ行こうかな。食べたいの食べな。私玉ねぎも行くよ。じゃあ俺、これなんのこれ。甘いチーズ。あ、これレアチーズ。うん、だってパパのリクエストレアチーズって言われたけど、へえ、普通のチーズじゃなくてレアがいいんだと思ってレア買ってきたけど。おやつやないのそれ。でもそれ多分一瞬やけん、パパ溶け出すけんね、気をつけてね。一瞬やほんと。うん、ね、ビビりすぎじゃん。もっと言っていいよ。うん、うわ、すげえ。ちゃ、なんこれ、危ない危ない危ない。なんこれ、チーズやばくないこれ。溶け出すから気をつけて。いや、今顔にめっちゃ当たったんだけど。これチーズ危なくない？危ない。もう食べなさい早く。危ない。これ皆さん、チーズ、レアチーズ危ないですよ。あ、どう？うまうまい。トロンってしとる。味は？味はふわってしとる。いや、マジで美味しい。ちょっとママも後で食べてほしい、うん、玉ねぎも甘いよ。あ、ほんと？うん、あと俺ね、これもしたかったんじゃんね。うずら。ビビったの、さっきの。わかったね。はじけ飛びよったよ。怖かったもん。逃げれんかったもん。逃げんけんよ。逃げなさい、ちゃんと。うずらも火がちょっとんけんね。あ、もうそのままでもいい感じ。うん。あ、うずらは、うん、安全です。いや、でもこれ危ないけん、やっぱほんと。もう軍手でもいいけんしとった方がいいね。家やったらさ、すぐほら、冷やせるやん、手とかも。うん。キャンプでするなら、なんか軍手あった方がいいね。あと、テント内ではできんね。あ、テント内ダメ。これいかんね。うん。誰もせんか。もう最初からソースでいっちゃっていいですか。うん、うわ、うまそう。うーわー、うずらもうまい。エビもうまかったけど。あ、じゃあナンバーワン一つ置いて。そうね、ちょっとね、一通り。でもうずらちょっと食べてん、マジうまいよ、うん、あ、ママあんまうずら好きじゃない。うん、あ、そもそもそんなゆで卵とかもあんまり好きではない。あ、これ好みみたいです。このオーバルちょうどいいね、サイズ。そうね、いいね、こうやって自分の好きなタイミングで食べれるっていうの。あと何を食べてないんだろう。うわ、なんかアスパラみたいなのない。そうそう、私食べれんよ。食べれない。うん、あお、私が食べよう。あ、でもこの特製ソースがあったら食べれるかも。あ、なるほどね。あの、アボガドとかアスパラとかちょっと苦手な。アボガド私もさ、昔嫌いやったと。でもね、おしゃれな女子ってみんな食べるやん。うん、知らんけど。イメージでさ、え、私もちょっとアボガド食べれるようになりたい。言えてないけどね。アボガド食べれるようになりたいと思って、刺身醤油とわさびで食べたらマグロっていうやん。で、食べたらね、うん、まあ食べれたけど。マグロ、うん、わかんないけど、そんなになんか好きではなかった。それなん？これナス。焼き芋みたいな味するんだけど。ナスやろ？うん。え、ナス嫌いだけど美味しい、これ。もうこのソースがあれば、なんか何でも美味しい。うん。あ、あなんか全然食べれるな、これペロッと。え、少なかったかな？いやいや、ちょうどいいと思う。寒かったけど、あったかくなってきた。焼き芋みたいじゃない、ナス。うん、ちょっと焼き芋の感覚は俺にはないけど。じゃあ、アボガド？うん、アスパラ。あー、アスパラ？ちょっとやっぱ野菜も食べないとね。でもこの揚げとる時点でやっぱカロリー高いんやろね、うん、なかなか家でできんよね。できんね。でもしたいね、なんか。いやー、でも飛ぶもんな、油が。外は外、これからの時期よくない、夏場とか。あ、ベランダとかあったらね、うん、
いいと思う。バーベキューするのはハードル高いやん、結構。あ、煙がね。そう、外とかでも。確かに。準備もあるし。これやったらさ、ハードル低くない？結構外やったら。あ、ベランダキャンプみたいなね。うん、アウトドア気分を味わえるよね。そうそう。いいこと言うね、たまには。そうなのよ。言っちゃうのよ。チーズ食べた？あ、チーズまだ食べてない。チーズ怖いんよね、ちょっと今恐怖なんだね。あ、そうか、チーズ結構危なかったもんね。そう、あれがあったっけ、恐怖でさ。じゃあエビ行こう。いいの、大事にエビ食べんで。まだ俺一本も食べてない。え、私も半分以上食べたのに。あなた一口ちょうだい、やだって言ったのに。最初の一本はじゃあどっちにカウントするんだね。だってこれを半分に分けたら。あー、なるほど。完結。あ、じゃあ仲良しで。うん、うまい。今年一番かもしれない。そう、ナンバーワン料理。一番美味しいなって感じてしまったかもしれない。パパのステーキより。いや、ママ嫌じゃん。ちょっとね、何食べたかが思い出せないんだよね。うん、マスパンまだよ。あ、ややった。うん。アフパラ、美味しい。アフ、せっかくやけん、スパイスを。こっちがヤメで買った抹茶樹。抹茶感がする。いや、天ぷらに確かいいって書いてあったもんね。うん、これうまっ。味変いいね。普通の塩は？これが普通？うん。塩美味しい、普通に。わあ、うまっ。本当だ。塩も美味しいな。うん、シンプルにね。うん。ママの特製ソースめっちゃうまいけど、結構濃いめや。そうそうそう、味がね。ね、だけなんか塩とか抹茶塩とかソースなんもなしとか、いろいろいいね。全然私なしでもいけるソース。うん。